はい、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。どうもお久しぶりですね。チャンネルをご覧の皆さん、どうもお久しぶりです。1週間ぶりですけれどもね、この間ですね、カニ取りをした時、山太郎カニが取れんかったやな。あるよさ、取れんかったね。いつもコメントいただいてるキョンちゃんっていう方ですね、山太郎カニが取れるまでやってくださいというコメントをいただいてましてね、またカゴ入れてありますんでね、あれ取れ次第また取ろうかな、撮影しようかなと思ってますんでね。こけなおらんどかい、そけな、そけなおらんどかおったど、長手食ったどんね、ここはだよな。もう時期がね、ちょっとね、遅いちょものよな。あ、だからちょっと厳しいかもしれないけどね、まあカゴは入れてありますから、また取れた時は撮影しましょうかね。今日はとりあえず今日は、これをやろうかなと思って、ゆうさん子供の頃に、はい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 、やってましたね、うん、はい、ウイスキーじゃないよ、うん、タケスキー、スキーね、はいはい。これはさあ、まあこれほらタッカー、普通の竹をね、タッカーして、まあ細かい頃、まあ細かい頃、これば、じゃんけんで負けたやつが引っ張ると、じゃんけんで勝ったやつは乗るとやってたんだけどね、まあ久しぶりにやってみようかなと思って用意しました。でまあさ、細かい頃はじゃんけんで、負けたやつが引っ張る、勝ったやつが乗るっていうルールだったんだけど、今日はもう、もう年取って多分ね、立てないと思うのよな、うん、それはもう低くかって怪我するから、うん、仕事はバイク用の装備でくれよかった、ほら、言ったわー、つなげてなヘルメットだけは持ってきたヘルメットだけでもね、でまあまあじゃんけんで負けたやつがキャ乗ると、いいですか、はいはい、負けたやつがこれ乗って、勝ったやつはもう年だから、細かくほらロープを引っ張らなったの、あの買った方は軽トラで、軽トラで引っ張っと危なかろうな、ボンボン徐行でよ、徐行で、徐行で、徐行運転でスタートして徐々にスピード上げて、ここは一応まあ貸し切りましたからね、今日濃度をね、はい、放送かけてもらって、今日は資源動画撮影で使いますから、と誰も通らないようにでね、濃度を一応通行止めしてありますから、出口という道は、まあ徐行でスタートして、カラスがカーカー徐々に、ね、まあ、ここはほら、制限速度ないから、徐々に最後は時速60キロで引っ張ると。待てよ、肘当てとか持ってこんね、でも、単車で立ちごけもすったんだ、いまだに。ないか、立ちごけって言ってさ、立ちごけ、うん、あの単車走ってない、止まってる状態で、こてんちこけるやつよね、立ちごけっちゅう標準ぐらいなかったっけ、ボケちょらせんだ、まあ、なんかの拍子に、うん、うん、駐車場とかでこけるわけな、こけるわけよ、意識がもう、いや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 、もう普通、なんかで、なあ、まあいろいろあるわけよ、演出したいとか、まあいろいろあるわけよ、あとこけてってなれや、でんぐり返って腰や肘や腕や、さあもうね、病院に行ったらいやいや、みんなそうよ、みんな精神科の方に行くことをお勧めしますね。あ、障害かな、もしかして足腰じゃなくてね、それはもうちょっと一瞬記憶が止まったやかも。いやいや、何をしてるんだろうちょもどうかな、その時は。いやいやいや、こんなとこにいるのうち、何をしてるんだろうかと思わない。いやいやいや、それでやっぱりね、プロテクターがあったのは全然違うだよ、肘とかさ、膝とか、うんうん、骨運中ばかりまずいたかよ、まあ、今日はぼちぼち、まあぼちぼち40キロぐらいで走りますから、まあ気をつけてですね、はい、じゃあちょっとチャレンジしてみようかな、じゃんけんやな、うん、じゃんけんやね、はいはい、確実に負けた方が引っ張られます、はい、まあまあ負けた方が先にやるっつっかな、まあどっちもどっちもどっちやった方が面白いかやろで、まあ乗ってみたいしね、俺もね、久しぶりにね、え、上ばっかりスタチオとか、ゆうさんも乗ってみたいでしょ、じゃんけんで、うん、なんていうの、負けた方が先にやって実験台にないわけよわかる、うん、負けた方が、負けた方が実験台になって、支柱引きずり回し支柱引きずり回しの刑を、じゃんけんも、なんていうの、八百長でシゲゾが負けるパターンにしてシゲゾだけやるとかって思ってた、いや、神経する勝負よまあ、スキー場に行こうかと思ったら、ほら、カボンはスキー場の中でな、
草スキー場も買い物の草スキー場も閉まっちゃったもう補正所なんてスキーにね細かく頃スキーに憧れたからこれしかなかったからはねまあ言うもフランジーそうそうですよそうもらんでいいだなんてね籠山でスキーだのかとせこの辺うろうろし俺はほらちったお菓子やっちゃったよなよしじゃあまあやってみましょうかはいよしレッツチャレンジはいよしじゃあまあじゃんけんなじゃんけんしますから今からねまあこれで引っ張ります引っ張られます負けた方はなはいよし最初はグーマッチ向け方がなしね真剣勝負な最初はグーじゃんけんポンあらかったよしじゃあねああ、こまんか、これ青を買った方が売れ方だと、年取れやちったら、やっぱりもう最初、人権だ待て、これ八百長で銭湯真剣勝負やったよもうだ、どいや、どうせももすんだ、ほら一応最初は負けた方が実験だよ、ほら実験だってことでねこう、な、もう名護、もう40何年ぶりやって、ほらなこれで行くよ。ジェットスキー。ああ、これ応募してかも。いや、むちゃくちゃ応募してても、まあちょっとスタイルはね。ちょっと思った方がいい。ほら、何十年ぶりやってな。彼女にしてな。スキー寄せた方が中と。中と。うん。ああ、中とな。もう過去の間にはねえもんな。ハノジチと、ハノジ。ハノジ。そう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 。もう焼きが回ったな。40数年経ったからね。40数年ぶりやな。まあそれでな。あの海の水上スキーみたいな感じな。昔はこう人間が引っ張りおったけどな。負けたやつがを。まあ負けたやつがこれに引っ張りおったたっな。ああもう年だから。きついから。子供の頃やって食い場免許持たんでねじゃあな、軽トラでそういきますヘルメットかぶりますねこけた時のためにねこけた時のためにしかこけない方がいいんだけどつなぎを切ってくれよかったかっこいいつなぎを龍さん今日もうん、もうプロテクターをつけてくれプロテクター入りの上着を着てくれよかったお、わぜひんがよかろうひんがっとヘルメットかぶりやねうん、大丈夫だいねひんがっとなぁ準備 OK はいじゃあ、スタートしますよ引っ張ってな、ゆっくりな最初な、しゃがんじょったわやろなしゃがんじょせい、だんだんこうスピードが乗ってきたら立ち上がるとバックしてくれよお前。なんだよ。全然滑らんなよ。全然滑らんかった。まあ、ちょっと最初座ってた方が悪いな。座ってた方が。うん、座ってて。もう一度。今公明なアドバイスがないにならんぞ。はい、行きまーす。1メーターやろ。1メーターやろ。でけんな。でけえ、うん、まあ向かいかって最初今こっち分かった今こっち分かったスタートは向かいかろうかなスタートはやっぱ詰めてきたって思ったら11いったああそこがやな座っちゃった方がよかなってんのか、うん、最初はもう完全に座っちゃった方がよかなだから、うん、行きますはいバックだバックいっすやん
最初ね、ちょっとバックしてくってよ。よかよ。よかな。うん、まあ、色を引いとって、坂道発進の要領でいてな。うん、行ってな。はい、どうぞ。行きます。はい。おー、行った行った行った。おー、行ける行ける行ける。よっしゃよっしゃよっしゃ。今やスタートは良かったな。うん、立っからなんな。ここからまあ、まあ、ここからこう立ち上がらよ、よくあげよ。達成。うえーって、縦はもう時速40キロまで一気に加速できるから。いやいや。まだ安定性に勝ったじゃねえ。ああ。やっぱスピードをもうじわーってこう上げていかないかな。あれ、あかん抜くの。あ、大丈夫です。どうな、深さがね。先生が手本見してあげるからね。お願いします。はい。オッケー。オレ。うまいうまい。結構でいったら、もうちょっとスピードを上げたらもう、バーッ。スピードはちょっと、ノリが悪かったな。まだ発信しらんないのワニ。はい、はい。はい、じゃあ先生のお手本よくわかりましたか。はい、わかりました。じゃあもう一回チャレンジです。はい。もう最悪やったな。終わりな。カット。じゃあちょっとね、もうさっきののはね、やっぱりダメやった。五郎隊はね、引っ込むかって、おで、草好きで勝負をするそうです。スピード勝負を挑んできましたのでね、ちょっとあの山の上あんま投げな。アグリランドエイか。ああ、そこはあったとこな。こう草好きみたいなとこはね、そこに行ってちょっとね、ソリでスピード勝負をしてみたいと思いますね。最近英語で有名になったエイチョウです。ソリは持ってきたとけ。ソリ単車できたよ。単車に行けて積んできやないもんな。こういうのはリュック入れてきたわ。これで十分じゃ。ダンボールで滑ったや。それでこれで滑っとそれでスピード勝負やって。あれさっきまで滑りよったって。